ブラックホワイトシリーズには様々なテーマがある。そのテーマの中には多文化社会や人種、様々な考え方、そしてコミュニティなどが出てきます。これはアメリカを舞台にしたポケットモンスターブラックホワイトだからこそできる深いテーマです。その深いテーマの中に僕らプレイヤーを含め理想や真実を描く粋な演出までもがされています。今回はその主人公、そしてもう一人の主人公 N についてお話ししていきましょう。オンジャス、どうもサオでございます。これ何気主人公解説は初めてなんじゃないでしょうか。というところでブラックホワイト強化期間をやっていきたいと思います。お前人気だからって N 掘り返すなよ。まあそういう考え方もねあると思うんですけど、これ N を語らねば主人公のことを語ることができないというところなので、今回は主人公と N を解説していきたいと思います。ブラックホワイト無印の男主人公、そして女主人公はトーヤ・トーコという名前で親しまれております。トーヤ・トーコは戦いをモチーフとした主人公として描かれている戦闘気質な設定があるんですけれども、トーヤとトーコのトーは闘志のトーでございます。実際このポケットモンスターブラックホワイトというものは原点回帰、つまり赤青緑、この辺を楽しんだ人も楽しめるようなそんな作品になっているので、主人公の年齢層もいつも通り小学生ぐらいではなく中学生くらいの14歳ほどに設定されています。そしてこのトーヤとトーコ、 BW2 では不可解なことに行方不明となっております。ここについては様々な考察があるんですが、資料がないので一切わかりません。はい、出ましたというところなので、今回はいろいろな説と、イベントなどを振り返って、彼らの足取りを探っていこうという企画でございます。まずは決定的な証拠から、探っていきたいと思うんですけれども、ポケモン BW2 には思い出リンクというねシステムがあります。思い出リンクを使うと、過去作の主人公の足取りなどがたどれるというね、そういう面白いシステムなんですけれども、思い出リンクにはこうあります。BW の主人公はベルやチェレンと旅に出て、 N やゲーチス、プラズマ団の野望の実現の阻止、こちらをしたという設定があります。 BW の設定そのままだな。まあそうなんですよね。別に BW のストーリーが変わるわけでもないので、思い出リンクの足取り的にはこうなってるんです。なのでその後の主人公の足取りっていうのは思い出リンクでも分かりません。ただ、まあ、クリア後の足取りは分かるようになってて、まあ一応クリア後に七賢人を探すっていうねイベントがあるんですけれども、まあその七賢人をなぜ探してたのかっていうと、まあ逮捕に協力をするためだったっていうのが分かってます。ここまでが思い出リンクの足取りです。なので依然真相は闇の中。ただ BW2 の設定として、主人公は N に会うためにどこかへ旅立ったという設定があります。なので N が絡んできます。それでは N の足取りをたどれば主人公がどこにいるのかわかるのでは。まず N の設定としてですね、 BW2 にはそもそも登場する予定ではなかったんです。まあ、というのも、なぜ BW2 に登場するのかっていうと、 N 自体がなぜかすごい人気が出てしまったこと、増田さんではなく他の方が N が未消化すぎる、イベントが未消化すぎるので、 N についての深掘りは BW2 でもするべきじゃないかというわけで、ブラックホワイト2に、参加が登場が決定したという背景があります。なのでそもそも、BW の主人公と N の物語っていうのは BW 段階で終わらせようとしていたんですよね。 N は特別にもう少し深掘ろうという、そういう話だったわけでございます。冠の雪原にも見習ってほしい部分ではありますよね。というわけで突発的に BW2 に登場する N なんでございますが、 N もそもそも BW では行方不明になっています。まあ、なので2人とも行方不明っていう形で BW2 をやろうとしていたわけですね。 N の城のイベントではゲーチスと主人公が対峙します。 N はプラズマ団、まあ、ゲーチスが作り上げた心を持たない人間だったという衝撃的な発言があります。なので N に N の部屋のような閉鎖的な空間を与え、プラズマ団の理想ですね、 BW2 のテーマになっている理想、プラズマ団の理想です。
プラズマ団の理想を押し付ける形で N を教育または飼育をしていました。その目的は伝説のポケモンに見入られる、そんな素質が N にはあったからです。しかし最後にはゲーチスの考え方に賛同することができなく反発をするんですが、その際にアデクさんにプラズマ団としての理想を追い求めたのではなく、自分の考えで君は動いたんだと諭されます。だからこそ伝説のポケモンと出会うことができたのではないか、これからどうするか、それが大事だろうよ。それに対して N は葛藤します。今までお互い信じるもののために争っていた、だのになぜ。それに対してアデクはお互い理解し合えなくとも否定する理由にはならん、そういう風に解きます。まあこれはブラックホワイトのねめちゃめちゃでかいテーマなんですけれども、まあお互い考え方、理想と真実、この辺はもう見る視点によって異なってくるよねっていうところで、どこが調和するのか、黒と白がどこで調和するのかっていうのを、まあ、解いていくみたいのがブラックホワイトのテーマになってきます。戦いっていうのは正義と正義の戦いですよと、お互いに正義がある上で主人公と N はお互いの正義をぶつけ合う、そんなライバル的存在だったというわけでございます。君に話したいことがあると言って1対1で主人公とお話しすることになります。その会話の中で N は主人公のポケモンが主人公のことを好きと言っていることに驚いています。ポケモンはまあ自分にとってまあ友達なわけですね。なのでトレーナーは悪に見えるわけです、彼らを刺激しているから。なんですけど主人公のポケモンは刺激っていう関係ではないように見えたんです。そして先ほどのアデクの言葉と重ね合わせ、主人公はポケモンだけではなく様々な仲間に囲まれて様々な考えの中いろいろな調和をもたらしてきた存在なんだなって気づきます。それは何を隠そう N 自身も主人公に心を開いているってことです。これが調和ですね。まあそういうラストシーンだったと紐解くことができます。まあここからが N の足取りのお話になるんですけれども、 N がこの先どうするか、僕がどうするべきかは僕自身が決めることさ、レシラムかゼクロム、こちらをモンスターボールから出し、主人公に対して君は夢があると言った、その夢叶えろと言って行方をくらまします。まあ結局足取りこれ分かんなくなりましたね。なんやねん。そして最後にそれじゃさよなら、あれ結局どこ行ったか分かんないな。まあこれは先ほどの設定にもあった通り、まあ、すごい綺麗に終わってるわけですよ。まあ、ゲーフリ的には綺麗に終わったかなっていうところで、まあ行方不明でいいんじゃないかなみたいなお話になってます。まあ、主人公の足取り的にはこの後七賢者の逮捕に協力し夢を叶えるために行動します。そして夢を叶えたのか夢を叶えるために必要だったのかは分かりませんが N を探す、この足取りはつかめるわけですね。なので有名な説として、あの BW の主人公死亡説みたいのがあるんですよ。でこれについていろいろと、検索をしてみたんですけれども、あの何も、まあ、全てが根も葉も幹も果実もない、そんな噂程度のものというか、多分レッド死亡説から面白がってできた説だと思うんですけど、あの誰もどっちも死んでません。そしてもう一つの説として BW2 に登場する説みたいのもありました。まあ、BW の発売前に東野東子が出てくるんじゃないか、まあ、これはレッドがね何作にもわたって出ていることと、まあ、原点回帰関東地方の旅をイメージした、まあ、そんな第5世代だったので出てくるんじゃないか、レッドみたいに出てくるんじゃないかみたいなお話でもあったんですけど、結局出てくることはありませんでした。まあ、最終的にね N はポケモンを刺激することがね嫌いなので、まあ信頼できる BW2 のトレーナーに伝説のポケモンを託します。 BW の主人公は伝説のポケモンを持ち逃げしています。まあこれはね、まあ、主人公は伝説のポケモンを持ち逃げしたかったから BW2 には出なかったのか、そういうわけではありません。一つ有力な説があります。これは以前このチャンネルでも紹介したことがあります。有力な説なことは間違いないんですが、合ってないでほしい。というのも山男の夏美をご存知でしょうか。また出てきちゃったよ。観覧車でデートできる男の子好きの山男です。ところでだ少年、好きな人とかいないのか。まあ、この男からなんと東野くんの足取りを終えるかもしれません。 BW で彼とデートはできるんですけど、 BW2 では意味深なことを言います。
あれは2年前夏のを感じたんだ、だったんだ、好きだよって嘘だったんだ、じゃなかったんだ、グス。やばくないですか。まあ、これトーコの行方は分かんないけど、これトーヤはあの確実にあのこのね、好きだよって言ってるよね。これね、好きだよって嘘だったんだ、これ言ってんだよな。だからな、結ばれちゃってんだよな、これな。行方関係ねえじゃん。まあ、時は経ちまして XY、こちらにも、山男が登場する、まあ、話が登場するんですけれども、まあ、シャラシティの少年からこんなことを聞けます。知り合いに観覧車好きの山男がいるんだが、いやいやあいつしかいないだろう、恋が成就したらしい。まあ、東野の行方はもう完全に分かりましたね。山男とランデブーでございます。これネタだよな。まあ、ネタなんですけど、彼の夢はこれだったのかもしれません。まあ、あの人はね、考え方が様々あると、まあ、同性愛とかはね、まあ、認められてきてるわけじゃないですか。で、まあ、大半の人そんなに偏見は持たないこういう社会というのは、やっぱりブラックホワイトはやっぱりいろいろな考え方があると、まあ、そういう勉強を僕らに教えてくれる、まあ、そういうお話なのかなと思いますね。まあ、ただあの夢のスケールとしては非常にね、小さいものですよね。まあ、トーコはどうなったかは分かりません。というわけでございました。今回は、主人公の足取りを追えスペシャルでございました。これ最後の説はね、ネタじゃなくてね、まあ、ガチなんですよ言うてまあこの主人公のお話はね、面白いところではございます。はい、というわけでございました。今回、チャンネル登録をするとトーヤが、最新作に出てくる可能性が0.0000000003% 上がりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。